ピアニスト大のうますぎ僕天才。この番組は776FM ドラマシティレディオワンダーストレージの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは、ピアニストの大です。今日は9月25日金曜日夕方5時4分、いや5時5分になったな、今5時5分を回りました。今すぎ僕天才、今日も1時間お付き合いいただけたらと思います。告知させていただいた通り、今日で今すぎ僕天才、4年半、正確にはそうか、ちょうど4年半ですね。 3月の終わりからだったんで、そうですね、4年半、ちょうど4年半ですね、放送させていただきました。聞いていただいた方には本当にね、感謝の気持ちしかありません。本当にありがとうございました。なんですけれども、今日もね、弾いてメッセージを読んで楽しい1時間にしようと思ってますので、皆さんね、ぜひお付き合いいただけたらと思います。まずは YouTube 更新情報からいきたいと思います。YouTube なんですけれどもちょっとですね、今週はですね、ちょっと YouTube 土日はちょっと今難しいんですけれども、最も美しいクラシック曲12選ということで、今回はリストのペトラルカのソネット104番をアップさせていただきました。こちらはですね、先月から始めさせていただいた、ピアニスト大の最も美しいクラシック曲12選ということで、第1回目はラフマニノフのプレリュードより、作品番号 23-4 をお届けさせていただいたんですけれども、今回はリストのペトラルカのソネットということで、ペトラルカという詩人がいるんですけれども、その詩にインスピレーションを受けてリストが書いた曲、ペトラルカのソネット、104番にも他にも何曲かあるんですけれども、今回は104番を、取り上げさせていただきました。こちらも曲のね、ちょっとした、解説や、そのペトラルカの詩をね読んだり、あとはリストについて簡単にお話しさせていただいているので、ぜひ動画の方をご覧いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。そしてミスターチルドレンさんの花火ですね、こちらも弾かせていただきました。こちらはなんだろう、コロナでね、やっぱ花火をなかなか見れないという、僕もすごい今年すごい寂しい気持ちで、花火見たかったなってすごく思ってたんですけど見れなくて、で、最初は夏のね終わりということで、ちょっと夏っぽい曲を最後に弾きたいなということで花火弾くあれだったんですけども、やっぱりちょっといろいろと欲が出てきて、ピアノって黒なんでね、その黒を夜空に見立てて、花火を映したらちょっと素敵かなと思って、そのピアノのこの丸い部分ですねが、なんか液晶画面のような気持ちに、見立てて、花火をね、乾燥終わった後のね、サビのところから打ち上げさせていただきました。なので、僕としてはなんかちょっといろいろ手間取ったんですけど、一つの映像作品としては、映像作品なんで大した編集はできてないんですけれども、今までの編集の中でもちょっと違う種類のね、動画ができたんじゃないかなと思って、個人的にもちょっと満足しています。なのでぜひこちらも夏の終わりにミスターチルドレンの花火を弾いてみたというタイトルで出していますので、こちらもぜひよかったらYouTube でね、映像を見ながら、ちょっとね皆さんと一緒に花火を見てる感覚で、弾いてみたので、ぜひ、花火をね一緒に皆さん見ましょうということで、僕の髪から今汗が垂れてきましたけれども、スタジオは相変わらず 28.2 度の暑さです。はい、ということで、YouTube、更新情報でした。ということで、早速なんですが、1曲弾いていきたいと思います。ということで、ちょっとねヘッドホンをつけますのでお待ちください。そして今回ですね、こう差し入れを、最近いただくことが多くて本当にありがたいなと思ってるんですけれども、今日も番組最後ということで、いろんな方が いろんなお花もですね、ちょっとここにまだ見えてないやつもあるんですけれども、すごいですよこれ。見えるかな、名前、ピアニスト大様、長い間お疲れ様でしたということで、こういう見えるかな、レインボーローズいただいたりね、
いや素晴らしいです、これ初めて見ました、ありがとうございます。あとはいろいろ差し入れも、届いてスタジオに届いているので、これは後ほどね、後日開封キャストをやらせていただくので、ぜひそちら皆さんね一緒に見ていただけたらなと思います。ということでまず最初の1曲目を弾いていこうと思います。でで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 んよし、ちょっとね、今日なんかちょっとスタジオがいつもより狭く感じますけれども、皆さんの愛情でね、はい、ということで弾いていきたいと思います、それではお聴きください。ちょっとラジオでは久しぶりに弾くんじゃないかなと思います。ヒゲダンディズムさんでプリテンダー。
はい、ヒゲダンディズムさんでプリテンダーでした。それでは一旦 CM 行きまして、今日はねメッセージを読みながら演奏していきたいと思います。55歳以上の皆さん、ご存知ですか？イオンでは毎月15日に55歳以上の方が対象の GG マークのついた和音や GG マークのついたイオンカードのクレジットでお買い物すると、一部の商品を除きほとんどの品が 5% 引きになるんです。しかも15日はお客様ワクワクデーなので、和音ポイントも200円ごとに2ポイントが貯まるんです。とってもお得ですよね。お得で便利な GG 和音と GG イオンカード、お申し込みには運転免許証や健康保険証など年齢確認できるものが必要となるようなので、ご注意くださいね。さあグランドジェネレーションの皆さん、お得なお買い物を楽しんでみませんか？今日は掛け算のお勉強。三四十二、三五十五、サブ六協定。そう、時間外労働や休日労働はサブ六協定を結ばないといけません。暮らしの底上げ応援団、労働組合の連合です。FM ドラマシティ 77.6。 はい、ピアニストの大です。それではメッセージを読んでいかせていただきたいと思います。大さん、ラジオ放送お疲れ様でした。寂しくなります。コメントでは何回か書いていることですが、いつかピアノライブとお食事を楽しめるサロン、本当に待ち望んでいるので実現してほしいです。これからも YouTube やキャスなど楽しみにしています、ということで、いやー、そうですね、ちょっとやりたいですね。まあ本当ちょっとそのなんていうのかな、もうなんか、なんだろうな、ちょっと何て言うのかな、まあ、今後ね、ちょっとやりたいですね、本当に。まあすごい少人数とかに10人とか5人とか10人でも多いか、まあ、なると思うんですけども、なんかね、札幌になんかそういうとこあるんですよ。あの料理教室みたいなところでピアノ置いてあるところがあって、まあ、そういうところあったらめちゃくちゃぴったりなのかなっていう感じがします。はい楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、こんばんは。リクエストは最後とのことなのでリクエストさせてください。映画マチネの終わりにより幸福の効果、あるいはレオナルド公演の、ハレルヤーです。どちらもピアノ用の曲ではないですが、先日のブルグミュラーの25の練習曲、懐かしくとても楽しかったです。18の練習曲も素敵な曲が多いですよね。そうなんですよ、18の曲ってね、僕ねラジオでね1回だけ弾いたことあるんですけど、基本的にあんま確かに弾いてないですね。はい、関係ないのですが、大さんはドイツ語になるとほんの少し声が低くなってより良い声になりますねそうかね、グルスコットって好きな響きなのですが、ドイツでは使わないんですが、ちょっと田舎から出てきたみたいと言われたことがあります。また何かの機会にオーストリアのお話をお聞きしたいです。過去以前ウィーンを旅した時、楽器のミュージアムがすごく良かったです。では最後の放送を楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。そうですね、あの僕ねもともと結構声低い方で、配信の時はやっぱちょっと聞き取りにくいと良くないので、少し高く声上げてるんですけど、まあ、基本的にはちょっと低い声 でドイツ語はあんまりはなんだろうな、その語学の特性上あんまり高い声で喋る言語じゃないので、本当素の声に近い感じですかね、ドイツ語の方が。でグルスコットっていうのは、なんじゃそれっていう人いると思うんですけども、これ方言なんですが、ドイツの一部地域で使うらしいんですけど、あとオーストリア特にウィーンは、グルスコットって言って、彼のグルスが、なんていうのかな、
五加護みたいなね、幸運をみたいなんで、まあ、ゴッドはまあゴッドで、まあ、神なんですけれども、まあ神の五加護っていう意味で、まあ、こんにちはとか、あのおはよう、こんにちは、こんばんはとか、すべてクレスコットっていうんですけれども、これはね、まあ、オーストリア独特なんで、まあ、ドイツとかだと、まあ、ほとんど使わないかな。で、あと、まあ、ドイツ語でこんにちはっていうとグーテンタークっていう言葉があるんですけど、このグーテンタークはあのドイツでもオーストリアでもほぼほぼ使うことはないです。まあ、オーストリアはもう本当皆無なんですけど、僕12年間ぐらいオーストリアいて、あのグーテンタークって使ったこと1回もないんで、あれなんですけれど、はい、ということで、リクエストいただいたので弾こうと思います。ということで今回は、映画ですね、映画マチネの終わりにより幸福の効果を演奏したいと思うんですけど、楽譜どこどこだ楽譜あやばい、あこの時間超もったいない、うんちょっと待ってね、てて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 てえマジで見つかんない、ちょっとなんで、ちょっとあれだ、ちょっと幸福、はい、ありました。ということでこちら弾いていきたいと思います。お聴きください。幸福の効果よりマチネの終わりに。Thank you.
はい、マチネの終わりに、幸福の効果でした。いい曲ね。ウルグミラーのね18の練習曲も、ちょっとキャスとかでねまたやりたいなと思います。はい、知られてないけどいい曲がね結構あるんですよ。はい、こんばんは。金曜日が最後の馬展お疲れ様でした。ありがとうございます。金曜日は仕事で聞けないのでメッセージ送ります。正直寂しい気持ちもありますが、また今後の新しい活動も応援していきますね。コロナで辛い時期、馬展から流れる曲や第3の楽しいトークに癒されました。アーカイブにしてもらって楽しみに聞かせてもらいました。ありがとうの言葉しかありません。リクエストは生き物係のありがとうです、ということで神ちゃんさんありがとうございます。これはですねちょっと僕もやっぱ皆さんにありがとうございますという気持ちがとってもあるので、後ほど、これ弾かせてもらいますので、はい、ありがとうございます。それではですね、第3いよいよ最終回ですね。毎週金曜日はとても待ち遠しかったです。これからは YouTube や SNS をメインにご活躍されていくご様子、そうですね、まあちょっとねコロナでね、僕はもともとその、企業からご依頼いただいて演奏するっていうのがもともと多かったんですけど、まあもうコロナでそればったりなくなって、でも会とかも霊会とかそういうなんだ総会とかっていうのもやっぱすごくなくなっちゃって、まあそれはねいつ復帰できるかというか、もしかしたらもうこの先あんまないのかもしれないんですけれども、そうですね、まあ露出していく部分としてはやっぱり YouTube や SNS は、たくさん、頑張って更新していこうかなとは思っています。はい、少し寂しいですがこれからの第3もこれまで同様に応援しております。ツイッターで、リツイートするときなどこれつけてほしいというタグがありましたら教えてください。ラジオありがとうございました。これからも体を大切にご無理されませんように。大通り公園の鳩よりということで、過去このラジオネームも今日が最後ということですが、ありがとうございます。そうですね、いつもリツイート、たくさんしていただいて本当にね僕は本当に、心から感謝しております。多分僕のことをフォローしてくださったときからねずっとねリツイート毎回してくださってね、僕としては本当にありがたかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ちょっと先に CM 行ってまたメッセージ読んで弾いていこうと思います。守りたい人がいる、守らなければならない責任がある。今だからこそ特殊清掃専門業者が効果的な殺菌除菌作業をご提供いたします。浄化者本舗があなたの大切な空間を丁寧に浄化。今なら応援特別価格9500円から。お問い合わせは 0120-556-906 0120-556-906 浄化者本舗まで。その他遺品整理、家財整理、不用品回収もお気軽にご相談ください。賢い選択、クールチョイス。レディオワンダーストレージ FM ドラマシティはクールチョイスに賛同しています。 FM ドラマシティワンダーストレージラディオショー。はい、ピアニストのダイです。それでは、メッセージを読んでいきたいと思います。ダイさんこんにちは。馬展最後で本当に本当ですか。半年間だけでしたがとても楽しく聞かせていただいたので事実は受け止めますがちょっと寂しい気持ちの方が今はまだ大きいです。ピアノはもちろん、ダイさんの海外での話はとても興味深かったし楽しかったので、よければこれからもキャスで聞かせてくださいね、ということで、最後にリクエストしちゃう1、シュガーソングとビターステップ、2、マリーゴールド、3、千本桜、どれか1曲選んでください。多忙スケジュールの中長い間本当にお疲れ様でした。放送ラスト最後の最後まで聞かせていただきますので、第3かまずに頑張ってね、ということで。あーなんだこれ、ラジオネーム長いやつだ。最近流行ってんのかなこれ。炙りカルビさん、ありがとうございます。ということで、千本桜はもうちょっと、もうなんか過去にも何回か弾いたことあるんで、今日はちょっとマリーゴールドにしますかね。ちょっと寒くなる前に、ということであいみょんさんのマリーゴールドをお届けしたいと思います。
はい、あいみょんさんで、マリーゴールでした。マリーゴールドでした。はい、ということで次どんどん行こうと思います。ですね、どうしようかな。それでは次の曲ですけれどもこれね、ちょっと最初に申し上げとくと、多分ね全部メッセージ読んでちょっとリクエスト弾けないんですよね。で僕ね今日ちょっと考えてたんですけど、ちょっと改めて、ちょっと うますぎ僕天才のこのメッセージとあのリクエストをちょっとね、やる枠はちょっと後日ネットで配信しようと思ってるんで、またちょっとツイッターで、告知しますので、まあ馬天ファイナル的な感じでねちょっとやらせていただこうかなと思います。はい、それでは次行こうと思います。久しぶりに弾きます。フリージア、お花つながりですね。Thank you.
フィージアでした。なんだろう、僕ね、なんかラジオ始めた時もね、最初の、1回目2回目の時に思ったんですけど、もう時間がねあっという間に過ぎるっていう、本当になんか1時間でこんなに短かったっけなっていう思うことが結構あって、なんかそのね、始めたてのちょっと4年前を今ちょっと思い出しましたね。なんか瞬きしたら本当に終わったみたいな。最初なんかあの番組始めるまでは1時間喋るわけじゃないですか。で、僕あのリサイタルの時とかも基本的に結構喋りすぎて、ピアノ弾いてるんだかトークショーしてるんだか分かんないぐらい喋っちゃう時あるんですけど、まあ、あのなんかその反応がない中喋るから結構ね、その面白いこと言ってもね、いや面白いこと言ってるかどうか分かんないけどね、なんか話してもうわははとかって言って、はいということでっていう締めるしかないわけですよ。だからなんか結構どういう風に会話してたらいいのかなっていうのがすごいあったんですけど、なんかだからね、すごく長く感じるかなと思いきや、本当あっという間にラジオって、過ぎていくなと思って、で、まあ、最近は本当皆さんからもねすごくお便りいただけるんで、それを読ませていただいたら本当になおさら、時間が加速するなという感じでね、もうこの最後の、CM を持って、あと10分弾いて喋ってね、踊ったらね、まあ、踊りはしませんけどももう終わりということなんですけれども、はい、まあ、これねリアルタイムで聞いていただいている方本当にありがとうございます。そしてアーカイブでね、きっとこの後聞いてくださる方も本当に、ありがとうございます、こっちかな、ありがとうございますということで、ちょっと一旦 CM 行きまして、まだまだ弾いていきたいと思います。みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン、いつ来ても焼きたてどんぐりのパン、南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。保健、医療、福祉の原点は他人を思いやる気持ちから。北海道医療大学は、体はもちろんのこと、人間の心に語りかける医療のスペシャリストを育てます。北海道の雄大な大地のように、優しくたくましい医療人の育成、北海道医療大学でこれからの医療を学んでみませんか。北の大地とともに、これまでもそしてこれからも、新医療人育成の北の拠点を目指す北海道医療大学。Wonder Storage。 はい、ピアニストの大豆弾きますなぜなら時間がないからということで、ちょっとワンコーラスずつになるかもしれないんですけれども、ちょっと行きたいと思います、ということでお届けしたいと思います。曲聴けば多分誰でも聞いたことがあるんじゃないかなと思います。ということで、ちょっと本当はしんみりと本当はお話しながら弾きたいんですけれども、曲を弾こうと思います。それではお聴きください。 See you againThank you.
あとね3倍長く弾きたいもう感想も何もかもすっ飛ばしてしまった、それではですねちょっとねメッセージを読みたいんですけど、これちょっとあのまた別枠でやらせていただくんで、ちょっとねちょっとやっぱ喋られなきゃいけないし、ちょっと本当はなあとな100曲ぐらい弾くんだけどな、ちょっとな今度弾こうということで、まあ多分ねおそらくねあと2曲も弾けないと思うんですよね。1曲弾いて喋って多分終わりな感じになってしまうので、ちょっと本当は予定ではですねちょっといろんな曲、ユーレズミアップとかね、あとそれから久しぶりにリベラの曲とか、それから先ほど申し上げたありがとうとかも弾きたかったんですけれども、ちょっとこれはまたあのいつかの、馬展ファイナルに、まあ、近いうちありますけれどもやらせて弾かせていただきたいなと思います。ということで僕はですね、何を言いたいかって、まあ、基本的に、まあ、自分が喋ることは全て、演奏を通してお伝えしたいなっていうのはあるんですけれども、まあ、やはりこのねラジオやらせていただいて、4年半というね割と長い時間やらせていただいて、僕帰国して5年なんで、本当帰ってきてからすぐこの、MC の話をいただいてやらせていただいて、でまあね結構ね途中はね全然聞かれることもなかったりしてね、僕も割となんか、どうしようかなみたいな感じで、でも基本的にラジオってこうお便りいただいてそれを読んでみたいな感じのイメージがあるじゃないですか。私全然これまでやっぱ外国に長くいたっていうのもあるんですけど、なんか全然ラジオっていうのをちゃんと聞いたことがなかったので、なんとなくのイメージで、パーソナリティの方が、視聴者の方からなんかお便りいただいてそれを読むとかコーナー設けるみたいな感じでだったんですけど、まあ、僕の場合はちょっとお便りが全然いつもなかった時が あったので、もう自分でねお便り書いて自分に出したこととかありましたから本当に。でその時はね自分の食べてたおやつでここにキットカットがあったらね、キットカットっていう名前使って大さんいつも聞いてますみたいななんかなんとかかんとかなんとかなんないですかとかって言って自分で質問して、これからも応援しますキットカットで、それさっき食べたやつやんっていうね、そういうのとかあったんですけれども、まあありがたいことに今は読み切れなくてすいませんってねお断りしなきゃいけないほどメッセージいただいて、まあ、これは本当にね、皆さんに本当に感謝しているというか、演奏はこの前ツイッターでも言ったんですけども、演奏っていうのは僕一人でもできるんですけれども、配信とか放送とかっていうのはやっぱり聞いていただく人がいてこそ、コンサートとかもそうですけれどね、しか成り立ち得ないので、本当にね感謝しております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ということで、最後はですね、これからもね僕はラジオはやめますけれども演奏は続けていきますし、またね皆さんも今後僕の演奏を通じてなんかたまにはちょっと癒されていただいたり、楽しい気持ちになってたりっていうのをね届けたいなと思いますので、ぜひ皆さんこれからも、僕の演奏を聴いてください、お願いします。ということで、僕は縦の糸、皆さんが横の糸ということで、現在公開中の糸をですね最後に弾いて、番組を終わらせていただきたいと思います。それではお聴きください、糸。
はい、エンディングです。いやちょっといともねこのね10倍長く弾きたかった、まあ、もうこれちょっともう本当時間がねもう限られてる時間しかないので、普段キャスやってるとね本当あっという間に時間終わるのと一緒でね、もう、はい、あのラジオはもっと早く終わってしまうんですけれども、またちょっと告知させていただくので楽しみにしていただけたらと思います。今日もですねたくさんのメッセージとあとリクエストいただきました。これに関しては必ず全部ね読んでいきますので、近い放送楽しみにしていただければなと思います。ということで4年半の間ありがとうございました。また、お会いしましょう。じゃあね、バイバイ、チャチャオ。Radio Wonder Story。ケミストの大です、いつものアーカイブをご覧になってくださっている方、本当にありがとうございます。金曜日の5時の放送なんで結構忙しい時間帯なので、あのおそらくいつもアーカイブで見ているよって方もいらっしゃると思います。リアルタイムでなくとも、こうやってアーカイブも見ていただいて本当にありがとうございます。熱くお礼申し上げます。ラジオは今日で最後になるんですけれども、配信はもちろんこの先も続けていきますので、ぜひあの演奏を聴いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。